川岡は、香川県高松市西部にある一地区で、高松市役所川岡出張所の管内。岡本町、河辺町の2町からなる。かつては、全域が、香川郡、川岡村として存在し、1956年9月30日に、高松市に編入された。地区は、高松市西部に位置し、あやうた郡は綾川町と境界を接する地区である。 人口は2010年時点で4614人、世帯数は1815世帯であり、2010年までの10年間では、ほぼ横ばいか微増の状態である。面積は5.52平方キロメートルと高松市の地区では平均的な広さであるが、基本的に農村地帯を形成しているため、人口密度は1平方キロメートルあたり831.34人と、 高松市の平均を下回っている。全域が高松平野の一部あるため大きな起伏は存在しないが、地区の北西部には標高302.0メートルの道山や、そこから北に向かって200メートルから300メートル級の山が連続しているほか、南西に位置する綾川城は丘陵地帯を形成しているため、高松平野はここで終了する。地区の東端には、 こう東川が流れているほか、南部には、香川用水が東西を横切っている。香川県の典型的な平野の特徴として、この地区でも、奈良市池や、小田池に代表されるように、活水対策のため池が、多数存在する。高松市編入以前は、川岡村を参照高松市の平均と比較して第1次、産業従事者の割合が、大幅に高く、第2次産業従事者の割合が、 やや低いほか、第三次産業の割合は大幅に低くなっている。地区内には多くの農地が存在し、主に稲作を中心とした農業が行われている。しかし、郊外化による宅地開発で農地は年々減少する傾向にある。地区内に大規模な第二次産業を集中地帯はないが、中小の工場が点在している。ことで、岡本駅や、 県道44号円座港南線の沿線を中心に古くから続く個人商店が残っているものの地区内における商業活動自体は活発ではない。地区内の小学校は下地川岡小学校が存在し、中学校は存在しない。小学校区は川岡小学校が地区の全域を校区としており、中学校区は隣接する。 円座地区にある私立校東中学校の校区となっている。太字の校名は地区内に位置する学校で、それ以外は地区内には位置しないが校区が地区内にかかっている学校。この地区は1956年以降高松市の一部で、あるため地区単独での自治権は持たない。この地区の行政サービスの中心としては、高松市、川岡出張所があり、 各種住民サービスに対応している。またそこは公民館も兼ねていて、川岡コミュニティセンターとして、地域交流、生涯学習の中心となっている。長別五十音順地区の北西にはこと琴平ことが通っており、地区内には岡本駅が存在する。しかし、この駅を利用可能な場所は、岡本町のごく一部に限られるため、 川岡地区全体の代表駅的性格は持たない。地区内を通るバス路線はことバス餌岩崎、池西線の1路線3系統が存在する。このうち2系統は、地区内では同じ路線を走り、残る1系統は川辺町の南部で分岐する。これらことバスは県道44号円座港南線本線と、 県道174号線引き高松線本線を路線としているため、岡本町には通っていない。その岡本町には、岡本駅から国分寺町コミュニティバスが出ているが、国分寺方面への路線であるため、川岡地区方面への利用はできない。基本的に、高松市東部小高松地区の前田山にある高松局を受信する。何らかの理由で、 高松局の受信が困難な場合は、反対側の水戸市にある西佐抜中継局を受信する。その他、古い建物などでは、岡山県玉野市の金鉱山にある岡山局を受信している世帯もあるが、それらの世帯でもほとんどは加えて、高松局も受信している。高松局や西佐抜局を受信する場合は、 アナログ放送でも UHF アンテナ1本で全チャンネルが受信できるが、アナログ放送において岡山局を受信する場合は、UHF アンテナと VHF アンテナの2本が必要となる。なお、デジタル放送は全て UHF アンテナ1本で済む。県外8区内に主だった観光施設はない。ありがとうございます。